今日もボイログ見に出てもらおうかと思っています。皆さんそれぞれ本日の予定を言ってください。うちは今青いお説教中や。東北姉妹はニコ動の方で新たな武器を作っています。軍隊と私自身の武器を。イサコ姉さんは私は地元に用事があって新幹線で向かおうとしましたが東京駅で路頭に。それじゃあキリタンはゲーム今なんて。いやだからゲームをしているんですってば。ってことは暇？暇じゃないですよ。クエストを消化しないと。何ですかその意味は。ちょ何するの。変な誤解を生むからやめて。379番のジンクスで矢印関連のネタにはキリタンを呼ぶことにします。いい加減にしないと老気に訴えます。当社は法人団体ではありません。というわけで対応には慣れている私が今回はサポート役に回ろう。サポート役ってどういうことですか。私は説明しかしないから動画進行やってみて。了解しますよ。編集は合わせてくれるから大丈夫だよ。そうじゃな予想も何も自然知識がゼロの状態ではしようがないんですが。まあ私も何もなしには推測できません。ってことで何かしらの推測材料をください。まずはこの交差点の形状から。 T 字路って認識でいいんですか。そうなります。交差点部分はここの赤丸の中です。それはそれとしてここ3交差点もあるんですか。2メートル置きの信号機があると思います。あまり東京の道は通りたくないんだよな。どうして。だって2メートル置きに信号機があるんだからさ。2つ目の推測材料。通常、親子登記の場合はこのように矢印を配置します。でも東京には7つの信号機もありましたよね。ちょっと待って、7つ。お出かけした時にも見かけました。ないよこんなの。3方向に矢印が表示される場合は少なくとも十字路のはずです。でもここは十字路じゃないですね。なのでここに通常の配列で設置してしまうとこうなります。これで推測材料は終わりですか。他にどういう情報が欲しいですか。徳島県の傾向とか。そうですね、今回使えそうな情報だとこれですかね。その情報を教えてください。そうしたら推測します。徳島県では、とにかくやたらむったら2つ設置することを好みます。これ、何のためにあるんですか。理由は、広くて信号機を見落とす可能性があるからってことですか。まあざっくり言うとそんな感じですね。言われてみれば今回の交差点も2つ設置されていますね。それじゃあ推測してみてください。皆さんは推測できましたか。私は推測できました。とりあえず私は何も突っ込まないので推測した配列を見せてください。コラージュ画像を作れる才能はないので絵で表現してみました。ふむふむ、なるほど。キリタンが推測したのはこんな配列みたいです。広い道だったのでこの矢印があれば U ターンできるじゃないですか。確かにこういう矢印は静岡にもありますね。というわけで早く答えを見せてくださいよ。そうですね、それでは皆様長らくお待たせいたしました。この信号機の矢印の配列は死んでいるの。戻ってきてください。すみません、三途の川渡りそうでした。ここから先は登記紹介のコーナーです。ダブル矢印が合計で3基もあるんですね。基本的に設置数はレーン数と等しくなります。あの設置数ってそんな決まりがあったんですか。もちろん環境によって増減はありますけどね。確かにここはレーンが3つになっていますね。これが大通りでたくさんある理由です。ということは東京みたいなすごい大都会だと。そんな道路ないよ。よく見てみるとこれなんかレンズが違いますね。徳島もプロジェクター型を割と採用していたようです。プロジェクターとこの LED って何がどう違うんですか。ざっくり言っちゃえば光らせ方の違いです。しっかりだと長くなるので割愛。これは普通の信号機に見えますが、さっきのダブル矢印もそうですが、ここの矢印はなんと3列矢印になっています。3列矢印、詳しくは370番の動画を見てください。まあステマだ。今解説した方がいいですか。別動画見るのめんどくさいのでお願いします。じゃあ少しだけ時間取ります。3列矢印とは、矢印の LED の素子配列が3列になっているものを指します。普通は何列なんですか。大体2列です。3列から2列になった理由は、昔の LED は光が弱く小さかったので2列にすると見づらくなり、それを阻止するために3列にしていたようです。今は技術進歩で見やすくなったから2列になったってことですか。そういうことです。ただなぜか静岡県は結構最近まで3列矢印でした。おーサイレントヒル。交差点内には2つの横断歩道があり、そこに合計で4基の第3世代おにぎりが設置されています。なんかよく見かけるタイプってことだけはわかります。ちなみに私は第3世代と第4世代の区別が名盤にないとわかりません。今のフラグはメモっておきました。フラグ何のことかな。メモってますから。さっきから俺のことも知ってない。話すことないじゃん。わあのっぺらぼうがなんか喋ってる。そんでここにはおまんじゅうみたいなボタンの押しボタン箱があります。焦げた雪見大福押してくださいの文字もおかしいし謎です。次は名盤のコーナーらしいです。ほぼ全頭を置き流していきますよ。
PK2 は2003年とかなり初期のものとなっています。男子高校2年生そんでもって矢印です。また矢印の方が古いのって国情ですか。今回のものは意味が違います。こちらはさらに古いんですね。プロジェクターは形式が DL になります。追加のダウンロードパッケージですか。あなた何を言っているのですか。だって DLDL 言うから。とりあえず先に進みましょう。よくこんな状態の名盤載せる気になりましたね。まだまだこれは序の口ですよ。何書いているのか全くわからない。速道の方はきちんと撮影されています。そういえば速道に信号機の青光った写真がなかったんですか。怠惰ですか。それなら今頃大量をめった刺しにしています。ちゃんと理由があるんですよ。で、ところで新型スイッチはいつ買ってくれますか。そんな約束した覚えありませんか。それを目当てにこの動画に付き合っているのに。対価条件ないとダメ。はい。ちなみに歩道橋に設置されている2基の信号機についてですが、はい、印字読めないどころか、もはや打刻されているのかすらわかりません。スマホで撮影したんですかこれ。しっかりと光学60倍ズームの D700 で撮影しています。この図見る限り反対側から撮影すればもう少しマシだっただろうし。やっぱ怠惰ですか。ちょっとウプ主と代表といただしてくるわ。わあびっくりして麦茶の匂いが部屋に漂って。なぜさこの名盤まともに取らなかった。ジョム、あれには理由があるよ。教えろ。部屋の麦茶を消滅させてからね。私一人で名盤コーナーをやれと。これは歩行者用のものですね。確か夕方って書いているのが第4世代だった気がします。あ、これ第4世代だったんですね。あれ、そこに合計で4機の第3世代おにぎりが設置されています。ここに合計で4機の第3世代おにぎりが設置されています。まあ、反対側は多分第3世代ですよね。第3世代ですよね。いや、きっと助手さんはあとの2機が第3世代だって言っていたはず。ここで実は夕方じゃなかったってオチはあるに違いない。最後まで信じた私がバカでした。制御機ってあまり古いものは見かけないイメージです。端末、区間用、無線、映像、装置、何これ、なんかもうよくわかんない機械だらけで頭がパンクします。ごめんごめん、ウプ主を締め上げてきました。動画終わったらお話があります。了解。で、今は押しボタン箱の名盤。そうです。じゃあこれ流します。これ聞いて驚くな、この押しボタンは聞いたこともないね。日本船って聞くと、なんか住宅用品を思い浮かべます。押しボタン箱は住宅用品だった。テイク1ってことはもう一個あるってことですよね。帰っていいですか。ダメ。動画が終わるまで途中退席は許されません。助手さんはさっき退席していたくせに。心の声漏れてますよ。わざと漏らしました。さて、なんで今回動画を複数撮影しているかはわかりますか。カメラの電池が切れた。違う。通り魔にやられた。そうじゃない。ゴジラが火を吹いた。何言ってんの。実は全て夢だった。あんな夢落ちダメ。待っている間すこぶる暇なので、帰っていいですか。15秒くらい我慢してください。じゃあ、せめてサイクルの説明を一般人にもわかりやすく説明してください。そうですね。今回の場合だと、この後の源氏は普通です。普通とは、まあ普通に見ていればわかりますよ。少しワクワク。ルーは本当に普通だった。黄色と同時に矢印が出るのはまあまあ珍しいんですけどね。そんなこんなでこれからテイク2を出していきます。また同じ動画を見ることになるんですよ。同じかどうかは見極めてください。やだ。そんなこと言わずに、今回は青時間短くしたので2秒以上ある動画は見ないことにしています。うん、それだとこの世の動画の9割を楽しめないね。大丈夫です。あのどんどんどんってところでもう楽しめました。何それ。後で教えます。絶対ですよ。なんか今回出る矢印が違います。そうです。この交差点実はにパターンのサイクルが存在するのです。これに関しては非常に気になります。2秒で解説してください。私からその2秒のこだわりは何。へえ、この後は普通に黄色なんですね。ここだけ矢印挟まないのも特徴的です。なるほど。で、そのどんどんどんって何のこと。今から流れるようです。このサイクルを説明するにあたりまともな。2秒経ったので帰ります。まだ説明すらしていない。早くしてください。ひとまず動画の最初のシーンではこのような源氏となっています。この後最初のパターンではダブル矢印が点灯しました。ここで、速道の方は左折することしかできません。なぜ？知らんがな。つまり、どこかしら必ず進める方法があるってことですか？そういうわけです。実に合理的ですね。じゃあ2番目に出てくるサイクルは何であるんですか？さっきのサイクルだと永遠に変わらない信号機がありましたよね。お願い、ここは歩行者用信号機ですね。そしてここの歩道だけは押しボタン式となっています。もうお分かりですよね。なるほど。つまりここを横断したくば歩道橋を使えと。はい。おじいちゃんおばあちゃんを渡らせる気はないと。なんでそうなるの？冗談ですってば。押しボタンを押すと、こっちのサイクルに切り替わるんですよね。あるんじゃないですか。そうです、その通りです。そう考えてみると結構交差点のサイクルって面白いですね。以上で解説は終わりです。同時にそろそろ時間です。そんな時間か。じゃあキリタンの信号機ファンなの。キリマの